お待たせしました。それでは次のプログラムに進ませていただきます。続きまして、損保ホールディングス株式会社グループ CHRO 執行役常務原信一様です。原信一様、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。損保ホールディングスの原でございます。損保ホールディングスで人材戦略の方を担当しております。 本日は損保の人的資本経営につきまして当社の事例を交えながらお話しいたしたいと思います。我が社の取り組みはまだまだ道半ばでございますけれども少しでも皆様のご参考になれば幸いでございます。それでは始めさせていただきます。えー 本日は、まずはじめに、損保グループの概要についてご説明いたします。その後に、メインテーマであります、人的資本経営の取り組みについてご説明したいと思います。損保グループの概要について、まずご説明いたします。当社の創業は、国内損害保険事業でございます。この一番左側の赤く四角になったところでございます。その後、海外保険事業、国内生命保険事業、 介護シニア事業デルタ、デジタル事業と、現在は5つの事業を営んでおります。当社は安心安全健康のテーマパークというパーパスを掲げまして、この実現のため、これらの事業を展開しております。主な数値データは下段に掲げた通りでございまして、売上高が3兆円台、そして修正連結利益、こちらはトン基準利益とお考えください、2000億円です。 そしししててて社員数約7万5千人展開地地域域ととままは国にわたっております当社の源流は明治20年に生まれました日本初の火災保険会社であります東京火災でございます当時の東京は木造建築が密集しましてそもそも火事が多くひとたび火事になりますと大火事になるケースが多くございました。 つまり火事というのは当時の東京において最も大きな社会課題の一つでございました。この社会課題を解決するために保険会社を設立したわけでございます。そして保険を引き受けるだけではなく、契約者を24時間365日体制で火災から守るという献身的なお客様サービスの精神から、東京火災消防組というものを結成いたしました。 当時の警視庁から正式に認可された唯一の施設消防団でございまして保険会社の消防ということで頼りにされておりました。いざ火災が起きますと飛び口マークのついた発表を着て提灯や飛び口を持って消火に駆けつけました。身を挺して契約者を守ったという使命感は世の中に安心安全健康を届けるという我々の存在の原点でございます。 創業時の DNA を引き継ぎまして、これまで130年間余りにわたりまして、保険を中心として変化する社会課題へ、会を提供することで成長してまいりました。例えば、第二次大戦後、昭和30年代からのモータリゼーションによりまして、交通事故が激増しました。この社会課題を解決したのが自動車保険でございます。このように、人々の日常を守り続ける そして人々の安心安全健康に資する多様なサービスとそれを担う人材がさまざまな課題を解決していくことが我々損保の強みでございますでは現在我々を取り巻く環境はどうでしょうかいわゆるニューノーマルと呼ばれる気候変動や新たなリスクの出現そして少子高齢化がもたらすさまざまな課題が突きつけられておりますこのように先の読めない時代に突入し 損保は改めて経営の根幹に立ち返りまして損保の価値存在意義は何なのかを考え抜きましたその結果たどり着いたのが安心安全健康のテーマパークでありましてこれを新たに損保のパーパスとして定めました家事という社会課題に対して火災保険を提供することで対応した創業の精神はここでも生きておりますますます複雑化するリスクに対しましてデジタルの力も使って有効な会をご提供し 社会に貢献していきたい。これが我々損保の存在意義と認識しております。ここに掲げた損保のパーパスを社員一人一人が自分ごと化させることが損保の人的資本経営の土台となります。すなわち、社員一人一人の働きがいと損保のパーパスを融合させることが CHRO としての私の最重要なミッションと認識しております。次、お願いします。損保のパーパスを自分ごと化していくためには、 まずは社員一人一人の意識改革が必要でございます。すなわち、従来の会社の中の自分、こういったパラダイムから、自分の中の会社、仕事という考え方のパラダイムシフトを図る必要がございます。これまでは、会社があっての自分の人生、会社に自分の人生を合わせてきました。しかし、これからの時代はそうではありません。自分の人生が初めにあって、それが一番大きくあるべきです。 その中に会社が入ってくるべきだと考えております。自分の人生の大きさを考えたら、会社の人生はたかが会社と言えるくらい小さなものと認識してます。えー、自分の人生の目的を達成するために、会社という場を大いに利用してほしい。そういう気持ちでございます。意識改革を図れたその先にあるのが、マイパーパス。この追求でございます。マイパーパスとは何か。 これは人生において自らを突き動かすものは何なのか自分がどうありたいのかという思いや人生における使命を表現したものでございます一人一人の社員は3つの観点で自分自身と向き合いますすなわち最もワクワクした瞬間これをウォントと呼んでいますそして解決すべき社会課題つまりどんな時に憤ったのか悲しかったのかこれをマストと呼びますそして これまでの修羅場体験などによって身につけた能力、これをキャンと呼びます。これらについて、自らの原体験を書き出す、そしてこれら3つの輪が重なり合ったところがマイパーパスでございます。人生で成し遂げたいこと、えー、それから自らを突き動かすもの、えー、志とか使命と言ってもいいかと思います。このように社員一人一人がマイパーパスを定義し、これを実現するために働くことで、 自立・自自の状態が生まれまれす自分で考え決定できる状態は幸せな状態でもありますそして社員一人一人がこのマイパーパスと損保のパーパスを重ね合わせることができれば損保のパーパスが自分ごと化されるこのように考えておりますそれではこれから損保のパーパスを自分ごと化するための取り組みについてご説明しますパーパスの浸透に向けました実際の取り組みをご紹介します 当社ではパーパス浸透をトップの発信、現場の取り組み、そして浸透の測定、この3つの取り組みによって推進しております。その中心的な役割を担うのが、トップの発信であります、タウンホールミーティング、そして現場の取り組みであります、マイパーパスワンオンワンこれらの取り組みの詳細は後ほどご説明します。そして、この施策を通じたパーパスの浸透度を定期的に実施する エンゲージメントサーベイをもって測定しまして、課題解決に向けた材料にしております。従業員エンゲージメントは、社員一人一人のやりがいや幸福度、高い生産性を実現する原動力になると考えまして、2021年度からはグループ共通の KPI にも設定しております。同時にグループ CEO の業績評価指標としても取り入れました。2022年度からは、すべての役員の業績評価にも反映させるべく、 検討を進めておりますパーパス浸透に向けました具体的取り組みの1つ目トップの発信でありますタウンホールミーティングについてご紹介しますパーパス浸透などの企業文化変革にはトップの強いコミットメントと社員一人一人が腹落ちして自分ごと化することが重要でございますこのためグループ CEO 自らが損保のパーパスの意義について 継続的に発信する場としてタウンホールミーティングを実施しておりますタウンンホーールミーティングはオンラインで開催されましてマイパーパスこれは何かと会社のパーパスとは何かこういったことをテーマにグループ横断でこれまで計7回約1万人の社員が参加しておりますミーティングにおいてはグループ CEO が自らのマイパーパスと損保のパーパスを語る そして、えー、各事業部門から選ばれた社員たちも、それぞれのマイパーパスを皆の前で披露し、グループ CEO との対話を通じて、視聴している社員の多くの社員があ、マイパーパスと損保のパーパスを重ね合わせることへの理解を深めております。また、ミーティングでは、先ほど述べた会社の中の自分から、自分の中の会社という考え方のパラダイムシフトにつきまして、グループ CEO、自ずから次のように発信しています。まず 大事なのは皆さん自身の人生のパーパスです。会社のトップが、会社のトップである自分が言うのもなんですが、たかが会社なんです。皆さんは、会社は皆さん自身のパーパスを実現するための舞台、道具にすぎません。ぜひ使い倒してほしい。というふうに CEO 自ら宣言するわけでございます。ミーティングでは、チャットによるリアルタイムでの双方向のやり取りも行いまして、自身のパーパスを考え直す機会になった。 といった前向きな発言が多く見られました。続きまして、現場の取り組みであります、マイ・パーパス101を紹介したいと思います。マイ・パーパス101は、今ご説明したトップの発信に加えまして、現場の取り組みとしてグループ全体に広げていくための施策の一つでございます。上司は、まずプロのコーチによる指導のもと、ンワンによるワンオンワンに必要となるコーチング技術を身につけまして、 メンバーーのマイパーパス101を実践します社員一人一人が定期的な上司との対話の中でマイパーパスを共有しマイパーパスの中に仕事を落とし込むこうすることで自律的な働き方へとつなげていくという取り組みでございますこれまでご説明しましたパーパスと人材戦略を連動させていくための道筋を描くそしてそれを実現するための効果的な仕掛けを検討する これが人事部門の役割と考えております。当社はマイパーパスの追求をあらゆる改革の土台というふうに位置づけました。そしてこのマイパーパスの追求を通じて最終的には損保のパーパスを実現していくために当社グループでは3つの人材コアバリューを共有する人材集団の実現に取り組んでおります。3つの人材コアバリューの1つ目はミッションドリブンこれは使命感とやりがいを感じ当事者意識を持って働くことです。 2つ目は、プロフェッショナリズム。これは、高い専門性と倫理観に基づいて、自律的に行動し、成果につなげることです。そして3つ目は、ダイバーシティインクルージョン。これは、多様性が重要であることを理解し、新たな価値創造に結びつけることでございます。これら3つの人材コアバリューを共有する人材集団の実現に向けて、さまざまなグループ共通施策を展開しております。 はいえー、3つの人材コアバリュー実現に向けてのグループ共通施策の1つがジョブ型の人事制度でございます、えー、ジョブ型人事制度はあマイパーパスの実現に向けてキャリアの自己選択や成長機会を大きく拡充し社員のやりがいを高めていくための重要な施策と位置づけております、えー、我が社のジョブ型の最大の特徴はあ会,社の会社が主導する人事異動を原則として実施しないことこれでございますすなわち 会社が社員のキャリアパスを決める従来のやり方から脱却しまして、マイパーパスに基づいて、社員自らがキャリアを選択し、自身のパーパスにつき動かされてドライブする、このような企業文化を形成していきます。ジョブ型の雇用におきましては、評価制度の在り方も抜本的に変えていきます。従来のメンバーシップ型において、人事評価の目的というのは、報酬や昇進の決定でありまして、 このため、過去の行動や成果をきめ細かく評価する形でありました。一方、ジョブ型におきます評価制度は、上司とのコミュニケーションによる各社員の成長やエンゲージメントに焦点を当てたものになります。ジョブ型導入のプロセスですが、まず、持ち株会社で2020年4月にジョブ型人事制度を導入しました。当初は外部からのキャリア採用、えー、すなわち中途採用を対象に導入しましたが、 2021年4月には部長ポストを対象としまして、今年4月、2022年4月には完全公募制によりまして、課長ポストへ拡大する予定でございます。そして、持ち株会社に続きまして、グループ各社においても、ジョブ型人事制度の導入を検討しております。これからの時代は、すべてのビジネスがデジタルの活用を前提とするものになると思います。こうした時代におきまして、事実的なキャリア形成を実現していくためには、 デジタルの素養が不可欠です。当社におけるデジタル人材育成の基本コンセプトは、デジタルは現代ビジネスの読み書きろば版の一つです。だからあ、全社員がデジタル人材になる。こういうシンプルなものでございます。デジタル人材育成の具体的な取り組みとしましては、まず、育成する人材のタイプを3種類に分類します。すなわち、デジタルを活用したビジネスを企画する TX 企画人材。 そして DX 企画人材が立案した企画を実現する DX 専門人材。そして最後にこのように実現した企画を現場で活用する DX 活用人材。この3分類それぞれに適した研修制度を設けることで、効果的にデジタル人材を育成し、既存事業のデジタルトランスフォーメーションとデ,ルタデジタル新規事業の創出の両立を目指しております。またこの施策は DX 人材の獲得競争が激化する中で、 全社員にリスキリングの機会を与えて、デジタル人材として活用できるという意義もあると考えております。ここまで紹介しました働き方改革の取り組み状況を体系化、可視化するために生産性 KPI、この体系を構築しております。この生産性 KPI 体系の見方でございますが、スライドの右,側に右端に列挙しました働き方改革 KPI。 すなわち、働き方改革の効果、実行状況を表す KPI が、さまざまな経路を経ることによりまして、最終的にスライド左端に示す財務価値、未財務価値、そしてこれらを合わせた企業価値、この向上にどうつながっていくかを、各事業の特性を踏まえながら、グループ共通のフレームワークで示すものでございます。こうすることで、取り組みの成果、進捗を確認するとともに、社員の理解、浸透にも活用しております。以上。 本日は、損保グループの人的資本経営の取り組みの一部をご紹介いたしました。時代の変化に伴いまして、人や働き方に関する改革の必要性は、コロナの前からマグマのように溜まってきておりました。これがコロナを触媒として一気に噴出したものと考えています。私たちは決して、ォーコロナの働き方に戻ることなく、この変化を機会として、つまり得難い機会として受け止めて、新たなターニングポイントとすべきだと考えております。 損保グループは社員の幸せと持続的成長につながる生産性向上を目的にグループ7万5千人の社員が一丸となって働き方改革を推進してまいります。私からの説明は以上です。本日の内容が少しでも皆様の参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。